はい、ワッツアップ、こんにちは。ノリチューブのリョーチェです。今日はですね、3日でジャズピアノを極める方法をお教えしたいと思います。っていうのはね、すいません、ちょっと嘘になっちゃうんですけども、10日で英語がペラペラになるとか、聞いてるだけで英語がね、ネイティブみたいに話せるようになるとかって、ちょっと同じような感じなんですけども、すいません、3日で極めるのはちょっと難しいと思うんですけども、でもね、3日間で極めるための、もうこれをやれば極められるっていう情報をね、シェアさせていただきたいと思います。これをとことんやってもらえれば極められるっていう、そういう内容になってます。で、まず最初に自分もまあそうだし、多分経験のない方、初心者の方とか、まあ多くの方が陥りやすいことだと思うんですよね。まあ前の動画でシンプルに練習してみましょうっていう提案をしたんですけども、やっぱりその慣れてない方とか、いっぱいアドリブのフレーズを弾いちゃったりとか、フレーズ集をコピーしたりとか、まずやっちゃうんですね。で、ジャズピアノで一番大事って、まあ全部大事なんでしょうけども、やっぱり大事なのはそのアドリブよりリズム感とかフィーリングなんですよね。で、具体的に言うと、まあ左手のコンピングですか。コンピングっていうのが、ソロの方より大事なんですよね。だから、まあ建物、家とかビルディングで言ったら、まあ上の方の表面の飾り付けとかより、まあ土台の骨組みの部分のが大事だっていうのは、もう明らかですよね。その骨組みがダメだったら、いくら表面で飾り付けたり派手なことやっても、やっぱりちょっといい建物にはならないと。でも、まあ建物の土台がめちゃくちゃ強ければ、しっかりしてれば、まあ外側はすごい地味でも、やっぱりしっかりしてるから安心感があるし、まあその後でいくらでも飾り立てたりしても、まあどこまでも発展しますよね、土台がしっかりしてると。だからその土台の部分が、左手のコンピングですね。左手がリズムセクションの一員ですよね。ドラムとかベースとか。で、ピアノの左手ですね。スネアドラムなんかでもかなりリンクするところがあると思うんですけども、まあ、それに対して右手っていうのはサックス奏者とかトランペット奏者みたいな感じですよね。だから、まあ、トランペット奏者がちょっと弱くても、バンドのリズムセクションがガーッと強いと、まあ、結構聴いてられると思うんですよ。これはまあジャズに限らず、どんな音楽でもね。逆にリズムセクションがすごく不安定だと、いくらね、ソリストが頑張ってもトランペットとかサックスがすごいプレイしても、まあ、全てが生きなくなっちゃうと思うんですよね。まあそういう意味で、まあ、左手が大事ということで、左手のコンピングについてちょっとお話ししたいなと。これはなかなかね、テキストとか、あと、まあいろいろね、レッスン動画とかもちょっと見たりしても、なかなかこれを説明する人があまり多くないんですよね。まあ日本だとってちょっと言い過ぎてますけど、まあ日本だと本当にアドリブ自体は慣れてるのに、こういうリズム感で弾いてたりとか、まああと、まあ動画でね、レッスン動画とかやってる人でも、まあこういう、あまりスイングしないようなやり方で教えちゃってるような人も見受けられるので、そこがちゃんとできるとね、結構、まあスイング、まあジャズのフィーリングになるかなと、より近道なのかなと思います。はい、それではちょっとやってみたいと思います。はい、それでは今度はちょっとダメな例をやってみたいと思います。こんな感じで左手が1拍とか3拍目の頭に、まあ今わざとそればっかりやりましたけども、まあ逆にちょっと普通に弾くのに慣れてると、スイングに慣れてると逆にこういう風に弾くのは難しいんで、ちょっと混ざっちゃいそうになったんですけども、それとかあと、
アンティシペーションってジャズはよく、2の裏とか4の裏、ワン、ツー、スリー、フォー、ガガンっての1拍目の頭より4拍目の頭でスタートするようなそういう気持ち、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワンっていうあれがあるんですけど、だからちょっと本当の実際の譜面上でコードが鳴るタイミングより先取りしてるっていうのが結構あって、まあ、それが特徴、ジャズの、まあ、フィールの特徴になってますけども、まあ、それが全くなくて、まあ、常にそれをやんなきゃいけないわけじゃないんですけど、それが全くなくて、必ずその音が出る場所、1拍目から遅れて1拍目の裏とか、まあ、1拍目頭ばっかりとか3拍目頭とか1拍目の裏ばっかり、慣れてない方、まあ、誰でもそうだと思うんですけども、初心者の頃とか、まあ、もしそれでね、そのままでずっといくら左右手を頑張ってどんな速いフレーズとか弾いても二重スイングにつながらない、できないので、まあ、そのままね10年20年とかやってそういう形で上手くなっちゃうと、もうそれを直すのはものすごい大変なので、まあ、最初にその左手の土台の部分ですよね、骨格のビルディングのそこを、やって楽しく、なんか1、2、3、4、1、2、3、4、1、2っていう風に、そうすると初めてそのリズムセクションが乗ってソリストが楽しい気持ちになって演奏できる、まあ、そういう風になると思うので、まあ、その次回のビデオ動画で、まあ、その辺ちょっと練習の仕方とか、紹介していきたいと思います。ありがとうございました。